Hello, this is Kanako. 今日は撮影会当日にすべき準備についてお話ししたいと思います。私は今日、撮影会があったんですけれども、今日、やったこと何か、まず、朝長いお風呂に入りました。髪の毛を念入りに洗って、あといつも使わないなんかスペシャルトリートメントとかをつけたり、あとスクラブをして肌をツルツルスベスベにしたり、あとはなんかムダ毛の種類、特に、脱毛とかやってるんですけど、たまに入ってくるので脇とか思いっきり自信を持ってあげられるように、あとあの横顔が綺麗になるように、なんかこの横のところとかのムダ毛も、チェックして、そうですね。あとお風呂から出たら、あとネイルをしました。見て私は自分でやったので、かわいい。そう、多分映らないんだけど、でも自分で、ネイル、かわいいネイルを見るととても気分が上がるので、自分のためにやりました。あとはポーズの復習、自分の憧れの芸能人とかいいなと思った人のポーズを、保存しておいたので、それでどんなポーズをするかっていうのを見て、あとなんかこうやろうかなとか、自分でやってみること。あとはやっぱりメンタル、この間も言ったように、自分のいいところを他人に聞く、そしてそのいいところというのを自分の頭に叩き込む、そして、自分は世界で一番美しいなっていうのを、もう完璧に心から信じる。あとはこの写真を誰に見せたいかを考えるのもいいと思います。これ撮り終わったら誰かに見せたいなっていう人がいると、とても素敵な機会になると思います。じゃあ今日の、撮影日当日にやること、長いお風呂に入っていろいろ整えることと、ポーズを取ったり、あとはメンタルを整えること、一番重要なのは誰に見せたいかっていうのを考えることです。この動画が気に入ったらチャンネル登録よろしく。